皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月4日11時47分、2日ほど前の報道で、能登半島の被災者の方たちで、家屋が、全壊という形の方なんですけども、こうすっとこう行政の方が、解体ができないという状況の放送がありました。で、内容を調べると、その住居人で生き残られた方のその相続のところの問題があったようで、どうやら相続として法務局に届け出をしてこう引き継いでいなかったと、そういうふうな形のケースで、4代前まで遡った方なんじゃないかと、そういうふうなことになってたんですね。その住宅の所有者がもちろんもう4代も前となると生きていないわけです。実際被災された方は、老人男性の方、生き残った方で老人男性の方だったんですけども、それとその行政からのその指示が、その相続のその可能性がある人たち全員にその住居の相続人が誰かっていうことを、決めてくださいと、そういうことを言われるんです。で、そのちょっとそのどう言ったらいいんですかね、法律的なマニュアルに一法律もしくは複数の法律だけで物事を見て、そういった内容はできてしまってますので、そういうわけじゃなくてね、その辺のところ行政の仕組みをまず変えなきゃならないと思うんです。その死亡届が病院に提出されて区役所に回る、その後、そこの人のその住宅に関する土地建物に関する相続に関して、法務局との連絡をしっかりとすると、そういうふうな形によって、相続っていうものをはっきりと、していただくと。確か以前も東日本大震災の後そういうような形で放送されていたような気もするんですけども、その辺のところ行政の方が後手後手にまだ回っているのか、一般的なね、私は神戸市民ですけども、阪神淡路大震災がありました。神戸市北区の方は、全壊の家屋なんかまずないんですけども、その地震があるないに関わらず、その相続の点に関してはかなりずさんになっている状態のようです。ですので、これを全国的にしっかりと現在そこに住んでいる人が誰なのかということと、その相続されている方なのか、その持ち家に関してと、あと土地ですね。その辺のところ、しっかりと対応しましょう。で、耕作放棄地が多いのも、そのあたりが原因の可能性が高いですね。で、その、耕作放棄地でね、もともとの所有者の方が、すでにお亡くなりになって、引き継がれる方がいないというような形になっているところが、結構あるんじゃないですか。その手のニュースもね、だいぶ前に見ました。それはごく一部のところを調べただけで、報道機関の人たちがね。実際それを全て管理しなきゃならないのは、やはり行政ということになってきますので、その辺しっかりとご対応のほど、よろしくお願いいたします。それとあと、少し気になることなんですけども、能登半島の地震に関しての映像なんですけども、本音で言いますね。すべてがすべて、能登半島のその地震の映像でしょうか。似たような件も放送されているので、今までのそのフェイクニュースの話、云々とかもあるので、どうしてもそういうふうなところがね、私の方でも、どうなんだろうということになりますので、
まあ、そのあたりの映像に関しては以前の内容のものをしっかりと固定していただいて、あと今行政がしなければならないこと、あと一般人の方がしなければならないことで、行政の方に関しては一般人に任せっきりにしないこと、そうしなかったらその相続のところに関してはほったらかしになって、そのあとは特に耕作放棄地なんか、まあ、農林水産省の傘下で管理するような形にするべきでしょうね。その、まあ、神戸市の北部に三田市というところがあるんですが、まあ、この辺りもそうなんですけども、耕作放棄地はものすごいスペースがあります。まあ、兄の中町と一つ田尾駅から先へ行ったところ、二郎駅のその近辺だけで、まあ、東京ドームや甲子園のグラウンド並みの総合面積の耕作放棄地があります。まあ、そのあたりのところですね、しっかりと、しなければならないということです。皆さんご協力ご対応のほど、よろしくお願いいたします。